選ぶことの大切さを思い出させて。皆さんこんにちは、エミマイヤーです。 CD キュリアスクリーチャーが発売されました。今度渋谷クラブクワトロでソロライブをするので、ぜひ聴きに来てください。高田蓮さんも出てくれます。すごく楽しみにしています。ことみたいに全てが簡単ならいいのにと思うときは、君の価値がどんなものよりも輝いて見えるから。